立石越立石街道及び大都、大と古市は大阪府八王子と奈良県伊駒郡へぐり町を山越えで結んでいる街道。大阪と奈良を結ぶ奈良街道の一つとして整備され、市議山に長後村市寺が開かれてからは、その参拝道としても機能した。途中の八王子八鳥川地区で両社は分岐するが、ホームページではまとめて記載する。中高安小学校の校門前に、 立石街道と大都越の分岐点を示している道標がある。八尾寺内町で八尾街道、河内街道と分かれ、まっすぐ東へ進む。現在は寺内町外れで、近鉄大阪線の高架が斜めに横切っている。山本地区を通り過ぎ、大阪外環状線、東高野街道を横切り、八部川地区の中高安小学校前で立石街道と大都声が、 右と左に分かれる。立石街道の山越え道は現在でも、ハイキング道として利用されている。八尾市内の平坦区間と舳繰町内は、地元集落の生活道路であるが、八尾市内においては、部分的には、幹線道路の抜け道として利用され、すれ違い渋滞も頻発している。舳繰町内では一部区間が、県道250号線に指定されている。 大徳市の山間部は雑草や雑木に渦漏れていて、すでに廃道を同然となっている。立石街道は、峠の名称を含め、立石越とも言い,い、八尾市服部川で大徳市と分かれると少し南にずれ、近鉄市議線をかすめながら東進、山道を進む。九号目付近で左右に分かれる場所があり、間の見上げた場所に地蔵を、片切った、高さ1メートルほどの道標がある。 右へ少し進むと、立石越で奈良県に入る。峠付近で市議山へ至る道と分かれる。へぐり長久安寺地区では、すぐ近く南側に市議山を見渡せる。市議畑地区、沢原原地区を通り、麓の西宮地区で清滝街道に合流する。奈良県側では同標に、沢原原道と記されているものも存在する。 茂畑地区では、道が多く入り組んでいてわかりにくいが、ハイキング道としての案内表示が充実しているため、地図を所持していなくても道に迷いにくい。反面、大阪府側は山越えに関する案内板は少ない。十三階道、大と、腰分岐点にある道標王と、腰は、元は、大道腰、大戸越えなどと呼ばれていたようであるが、いつしか、大戸越え。 おとなどと短く名前って呼ばれるようにもなった。東林道前の道標は、おと、古紙、中高安小学校前の道標は、おとえず、玉の親神社近くの道標は、おとこしとなっている。なお、八尾市は看板などで、おとこしと案内している。八尾市、服鳥川で、立石街道と分かれると、中高安小学校の北側をかすめ通って、東心。 少しずつ北に向きを変えながら古い民家が立ち並ぶ坂道を登っていく。この辺りの道は入り組んでいてわかりにくいが、ガードレールや電柱の至るところに黒い文字で、オート声、オート、オートなどと矢印と共に落書きされており、同票となっている。玉の親神社を遠くに見渡せる場所で参道に向かうが、前述の通り廃道同然となっており、 前述の落書き道標は用をなさない。奈良県側では、落書きの類を含めて大徳子を示す道標は十三、街道との分岐点に存在する。石造りの道標には、左平の住吉と記されており、大徳子の名称は認知されていないようである。道としては、分岐点から雑草に渦漏れてしまっており、道標がないとそこに、道があったことさえ見落としてしまいそうな状況である。 立石街道の山道9号目付近にある道標。地蔵菩薩を片切っている。旧安寺集落の住民が設置したとされる。沢原原道13街道道標。ありがとうございます。